雨なら女房も泣かす。本当にありがとうございました。こちらこそ本当に昨年の1月はお世話になりました。ありがとうございました。楽しかったわよね。いやもう楽しさと同時に美しさにもう魅了されて僕は本当にもう毎日毎日幸せな日々を過ごさせていただきました。いい人ね。いやいやいや、大好きよ。それと同時にやっぱり座長だということもあってピリッとしたところもあって本当に僕としては勉強になりました。いやでも宮本君もねすごくこのお芝居もきっちりしてて、まあ、歌はもちろんだけどもお芝居もなかなかいけるんじゃないかと感心しました。ありがとうございます、ね、だから今回もとっても楽しみです。よろしくお願いします。お願いします。9月は明治座でお待ちしております。